ロータリーエンジンと聞いて皆さん何を想像されますか？マツダのエンジンでおにぎり型が思いつく。それくらいしか知らないし、だいたい普通の車と違うの。え？信じられないですよ。まずガソリン等の熱エネルギーを運動エネルギーに変換するのは共通です。決定的な違いはレジプロエンジンのような往復動機構による容積変化ではなく、回転動機構による容積変化を利用し、そのまま回転動力を出力するエンジンなのです。ちょっといい？レジプロエンジンって何なの？わからない単語が出てきたんだけど。燃料の燃焼による熱エネルギーを作動優体の圧力として、まず往復運動に変換し、ついで回転運動の力学的エネルギーとして取り出すエンジンです。要するに一般のエンジンです。はっきり言ってロータリーエンジンは特殊ゆえに対義語として用いられ、レジプロが世界からするとほぼ 100% だからです。それは聞かないはずだ。どうしてロータリーはなくなったの？いい質問ですね。レースのためのエンジンと言いましょうか。燃費が悪かったのです。圧縮比が低いこと、燃焼形状が悪いこと、給排気効率が悪いことが直接の原因です。排気ガスが汚くて環境基準に適応できなくなったんじゃないの？燃焼形状が悪いってどういうこと？道路運送車両法の保安基準、つまり車検の排ガス基準は世界でもトップクラスの厳しさです。しかしロータリーはリサイクルエンジンの分類となるため非常に甘いのです。一酸化炭素が 4.5% の A ガスであり、発がん性のある炭化水素が 7.800ppm となっています。一般車は 1%、300ppm とかなり開きがあります。燃焼形状が悪いというのも、当初述べたように熱エネルギーを運動エネルギーとしているのです。燃焼室の体積に対し表面積が大きいので、必要な熱も大気に放熱が行われるためです。詳しく話すと熱力学や流体力学が伴うので省略します。空気の温度が上昇して圧力が運動エネルギーになると、で、もちろん熱が外に逃げればその分圧力が小さくなるとっていう感じかな。最後に気密性の悪さです。燃焼室を仕切る板、レジプロではピストンリングにあたり三層構造でオイルを回収し燃焼させないので、排ガスがクリーンで、しかも気密性を向上させています。しかしロータリーエンジンは一箇所の頂点のみという形状の理由で、アペックスシール1枚です。圧倒的不利ですね。メリットはさっき言ってたレーシング向きで吹き上がりが良くて高出力だよね。お見事です。なんかバカにしてない？皆さんリラックスですよ。楽しいのですよ、聞いてくれるのが。さてメリットのお話です。一般車はエンジン2回転で動力1度回収する4ストロークです。それに対しロータリーエンジンはエンジン2回転では6度運動エネルギーを回収するので、排気量が同じなら雲泥の差です。ルマン24時間耐久レースといえばマツダ787、このエンジン 2.4 リッターで700馬力ほどありました。下級機なしでは F1 マシーンと同等の驚異的で、レスポンスではロータリーに勝てません。F1 って 2.4 リッター毎秒1万9000回転するのに、ロータリーはもっと回ってるのか。それが9000ですが、燃焼は3倍で、レジプロも 27,000rpm に相当します。化け物です。800馬力を目標に開発したが、トランスミッションが耐えれなかったため700になったそうです。まあ、車体が持たなかったと考えて良いでしょう。F1 の同等のパワーで、エンジンの大きさは3分の1程度から、ご覧の通りエンジンの盛り上がりが見受けられません。レイアウトに富み、低重心かつコンパクト、レースでは魔物です。何その気違い、いいエンジンじゃない？でもそんな話聞くのよ、もっと評価されるべき。ロータリーを持っていない箱の銘から面白くなりますが、1991年限りでグループ C のレギュレーションが変更され、ロータリーエンジンの使用が認められなくなったことで、ロータリーエンジンが参加できる最後の年に初の総合優勝を果たしたのです。なんだかいサウンドが特徴だね。明らかに感染国の反応が違う。 F1 のレギュレーションが 1.6 リッター V6 ターボエンジンに変更。
制限は非常に厳しいため、速さを純粋に目指せない状況。最盛期は昔の話です。リーマンショックあたりから、トヨタとホンダが撤退し、テレビ放送も見なくなった。身勝手な意見では、社員は動きません。建前でこの世が成り立っていると言っても良いでしょう。情熱とか熱気が日本から感じられないように、ここら辺で終わりにしない。以上、ロータリーエンジンで放たれた脚力でした。情熱を感じれた車です。メカニズムが簡単的に違うと、素直にワクワクする。